こんにちは。こんにちは。毎日夕方毎日夕方5時に更新しております。今日の2人のお時間です。はい、今日ファンさんお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はねこれです。ケーブルだ。はい、ライトニングケーブル。地味に人気のあるカールコードタイプ。コンパクトになるし、そう絡まらない、あとね車の中で使いたいっていう人なんかに、結構シガーチャージャーから引っ張るときとかにはね、ベローンってなるケーブルより軽ケーブルの方が使いやすいってことで人気が高いですね。で短く見えますが、実はこの子最長で 1.8m いきます。あ、長いね。かなり長い。なのでリビングで使うときなんかにもかなり便利なケーブルになっています。でね、結構太いんですよ、ここのカールのところ。そう、樹脂ケーブルより全然太いので非常に丈夫。でコネクタもアルミ一体型のユニボディ、 iPhone と同じ。これ取れる？取れる。取るとマイクロ、あ、そうです、なるほど。2 in 1になっています。いい、ね、そうそう。なので iPhone、Android 使ってる、両方使ってるんですよ。 Android は使ってないけど、暖房バッテリー自体 の、 充電のために持ち歩いてるから1本で済む、1本で済む。家に設置しておくときも、Android の家族、iPhone の家族、バッテリー充電なんかいろいろ入り混じっていても、コネクタ両方ついてるので1本で済む。ライトニング開けるとマイクです。便利。そしてアルミのユニボディっていうアルミ一体成形のコネクタになっているので、使っているうちにこのね、コネクタの周りの被膜部分、外装部分がね、ボコッと外れたりしない。要は丈夫です。ボコッと外れたりするの？あれね、外れたりするんですよ、プランになってるやつ。私ね2本ぐらいそれで壊してる。多分引っ張るときにね、変なとこ引っ張るとね、あそこがねちょっと緩んできちゃう。あと多分接着されてるから、接着剤部分が熱で緩んできちゃうとかあるみたいで、意外と壊れるんですけど、ユニボディだとそういう破損の心配がないので、非常に強度的にも安心となっております。コネクタちょっと大きめかな。ちょっと大きいね。アルバンパーとは使えない。ちょっと辛いかもしれない。カバがねグイッと開いてる手帳型ケースとかハードケースとかであれば問題ないですね。一応その辺の相性なんかは記事の方で、人気ケースとの相性はいくつか載せておくので、そちらでチェックしてもらえればと思います。はい、今日はこのしっかり太めで丈夫な最長 1.8m の 2-in-1 カールケーブルでした。でした。ぜひですね、細かい利用シーンなんかは記事の方で紹介しているので、動画の概要欄からレビュー記事を見に行ってみてください。そして記事を読んだ後はぜひコメントを残していってください。毎日1名様に素敵なプレゼントが当たります。そしてコメントをした後は、アップバンクストア10時から18時まで行っているタイムセールを見に行き、この、わかるわかる電話でもすげえいい感じにさらっと言えそうだった。もう全然気にしない。ファンさんが喋ってるところをちょっとやりたいことやってるだけなの。全然気にしないで無視しちゃってね。この黒電話ごっこができるようにはなっておりませんが、このケーブル、動画が公開されたその日の夜にはアップバンクストア2階の、アップバンクストア新宿2階の今日のアクセサリー連動コーナーに展示されております。実際にね、こうアルミのこのコネクタ部分がアルミのケーブルってそんなにね使ったことない人の方が多いんじゃないかなと思うので、実際にね質感とかチェックしたいとか丈夫さとか見てみたい、ビヨンビヨンってやってみたいっていう人はですね、新宿2階、あ、違った、アップバンクストア新宿2階に現物を見に来てください。今日はこちらジャストモバイル R ケーブル 1.8m 2-in-1 カールケーブルでした。でした。ではまた。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。